俺今まで自分がスーパースターだと思ったことないもん。いやいや、俺ただ本当にちっちゃい時からテレビ出るの大好きで、うん、人を笑わせること大好きで、うん、そこで、あ、野球の選手になりたかったんだけど、本当はね、プロ野球選手になりたかったの、野球が下手くそで、まあ、あ、プロ野球選手にならねえかっつって、こっち側の一回素人参加番組的なところに出て面白いって言われて、あ、ひょっとしたら野球選手より早く会社に乗れるとか、いい車、あの、いいマンション住めるとか、いい女の子と一緒にいいレストランで飯食えるとかって、うんうんうん、フラチな考えて、全然、多分、俺役者だって歌手だってお笑いだって全員がフラチな考えだと思うのよ。女にモテてえだ、いい車持ち乗りてえだ、いいマンション住みてえだっていうとこから入ってくんだけど、途中で、いや、みんなに勇気を与える曲を歌っていきたいとか、みんなが勇気が出るような、感動するような作品を作りたいとかって、うん、お前嘘だろって。もともとの、最初が違うと。違うだろって。もともとは姉ちゃんにモテてだとか、え、ちょっといい金持っていいレストランで飯食いたいとかって、そうですね、それを、途中で変えるなよって。俺は今でも、ね、こんな、俺だけど、今でも、いい女と飯食いたいし、いいとこに住みたいし、いい車乗りたいし、とか、いうのは、少なくとも今でも、脈々と流れてる。で、だから全部叶っちゃったじゃないですか。ん？いい女。全部ね、叶わない。いい車ね、いいマンション。いいマンション。いい、まあ、全部いい名刺。もうこれ以上ないじゃないですか。これ以上に。何が目的なんですかと、そんなに、かっこよくねえぞ。いや、だから。いや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 。そん、あのね、なんかね、多分、もっとスーパースター、もっとかっこいいんだと思う。いや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 、でも、でも限界点を知ったりするのよ、自分でやってると。ああ、俺このぐらいか、とか。そうっすか。マジっすか。このぐらいだ、とか、うん。そう考えると、まあ、俺はスーパースターになれないよね。それはないでしょ。普通に、だって、あの。謙遜だとかなんとかじゃないよ。俺、自分の、やってて自分でわかるじゃん。自分の、資質みたいな。それで木梨憲武のが資質上なんだよ。あいつの方が、うん。あいつの方が絶対に、多分、これから10年、20年したら、すっごい、スーパースターになる。森さんの。森さんですか。ああ、俺にはそれがないのよ。それは自分自身でわかるのよ。ああって、のりたけいいなって。いや、全然わかんない。全然わかんないね。意味がわかんない。お二人じゃないとわかんない。意味がわかんない。僕らにしてみたら、そのお二人がもう大スターすぎて。そうそうそう。っていう、もうその、天井人の人の話ですよ。なんか。資質って絶対、こう、やってりゃわかるのよ。ボクサーが、第一ラウンドでパンって構えて、パンパンって一発二発グローブ合わせただけで、あ、今日はこいつに勝てるなとか、あ、俺はやられちゃうなと一緒で、多分、肌合わせた瞬間に、あ、こいつとはずっと一緒にいられるなとかいられないなとかっていうのと一緒で、多分資質で言ったら、俺は今でも木梨憲武が東のナンバーワンだと思う。あいつはそこ、で、それ以上求めていかないから、今、あの感じでなんか、ふらふら、ふらふらってしたけど、あれは資質を自分でちゃんと考えて、よし、行ってやろうと思ったら、あっという間にナンバーワンになると思う。俺は少なくとも20歳から30年付き合ってきて、今でもナンバーワンだと思う。わぁ、それすごいですね。でも、高さも、ね。でも、俺たちは全員、今ここにいる。人間たちは、一人で出てこれなかったんだよ。一人で出てこれなかった。俺もそうだけど、一人で出てこれねっていうのは、二人だったからやっと一人前だったってことよ。半人前同士がくっついて一人前になったっていうところを、頭にずっと置いとかないと、ある時、あ、実は、俺は、この程度か、とか、いうとこに行くのよ。あ、
気づいてないと、うん、そこを、あ、俺は、コンビで、しだらがいて、とか、日村がいて、とかっていうのを気づいてないと、世に出てきたタイミング、で、世に出、その後はいろんなこと、個人でやればいいっていうこともあるけども、うん、出てきたタイミングは、てめえは一人じゃできなかったんだっていうのを頭に思っとかないと、行く先々でいろんなことにぶつかってっちゃうんだよ。あ、俺は半人前で出てきてんだな、だからグループで世に出たんだなっていうのがなくなっちゃうと危ない。あ、それは常に持っとかないと。うーん、なるほど。俺は常にそういった意味では、ああ俺ちょもうちょいやったなとかいうのはあんだけど、そんな、でもすごいな、そんな風に思ってるとなんて全然思わないですよ。俺は今も思ってるってすごいですね。でもそんな、多分全員そうじゃないの？一人でなんかやれたじゃん。いや、まあ、そこはそう。そうそう。一人で多分、やれないから二人で出てきたもんっていう。二人出てきたって、大抵が出てこれないのよ、まず。大抵埋もれちゃってんのに、出てこれたっていうだけでまず一つ、OK なのよ。で、出てこれた後どれだけ、生きていけるかってまた OK なの、うん、でまたそっから一人でやってるともっと OK なんだけど、うん、なかなかここが難しい、うん、なかなかここが難しい、うん、そうすると資質って話になるんだよ、うん、資質センスあるかないかっていうところ、うん、ここにだんだん年齢を重ねていくと、あ、ちょっと俺はねえのかなって、でだから何でそう思う、あと数年したらイタリアでも行って料理人としてイタリア料理を勉強しよう。え、マジで言ってんですか。ちょっと待って、なんで止まる。俺はあのプロ野球選手との他になりたかったのが料理人なのよ。見ていた時代に前略おふくろ様が自分の大好きなドラマだったから、うん、サブちゃんみたいに料理人になるのもいいなっていう。でも料理って多分みんなが客前でなんかネタをやって受けるのと一緒でライブ感じゃん、うん、目の前で調理して目の前で料理を出してそれで美味しいって言ってくれるっていうのは、うん、多分みんながなんかネタをやってバカ受けてうわーって言われて気持ちいいのと一緒で、はい、あ、美味しいですって言われるのと同じライブ感だと思う、うんうん、これが俺の中でちょっとやっぱこっち一回やってみてな、うん、あ、やってみてな、やってみてなんだ、うまいね、自分で作っちゃうんですか、店出すだけじゃなくて、もうほらちょっと自分の中でもう一個あるならここかなみたいな、でイタリアまで行っちゃうんですか。やっぱ俺もともと父親がイタリア人だから。いやいや違いますよ、タコさんのお父さんイタリア人だったの初めて急に聞いたの。なんで急にそういうこと言い出すんですか。この流れでいくと本当なのかな。そうなんだイタリアにちょっとみんなカミングアウトかと思った、うん、みんなこっそり突っ込んでますから違うよね言っていいんだよね。天狗のホルマリン漬けすげえページ開きましたイタリアってちょっとごめん今喋りすぎてファンの人が喋りすぎてもういいでしょうよ、うん、いいでしょうよ俺の愛を伝えさせますよ。もう十分伝わってます、うん、でもなんとなくさこうね年のせいにこんな話もしたくなっちゃう。いいですね。でもいいです。最高ですね。いやもう俺はこんな日ないですよ。ちょっとやばいね。でも本当にあれはないんですか。ちょっといいですか質問しても。タカさん見てるとすげえ大物の人とかと絡んでビビってないっつか、うん、ガンガンいくじゃないですか。俺とかは特になんかこう例えば、うん、じゃあスポーツ選手とかでもいいですけど、うん、すげえ人と一緒になると、うん、やっぱこうひよっちゃうとかビビっちゃうんですよね、うん、その、うん、ビビっちゃうね、その対等に行く感じっつったらトンネルさんって昔から役者さんだろうが歌手だろうが、ダメよ、ね、うん、どっちかって上から行ってたり、そのこの間たけしさんとやって森下君とスペシャルの無理よね。いやいやでもそれはでもないんじゃないですか。だってガンガンじゃないですか。だって、うん、だって、19ぐらいの時に、素人で、びっくりハウスだっけな、雑誌で、パルコ劇場でエビゾリングショーっていうのをやった時に、エビゾリングショー?2 ビートさん、いわゆる。
たけしさんがもうガンガン来てる時に審査員で、はいはい、うん、竹中直人さんが出て俺が出て、うん、で竹中さん優勝で俺が G 優勝で、うん、のりたけちょっと来ないっつって、うん、あいつが飛び入りして、うん、なんか特別賞もらってって、うん、それが俺初めてたけしさんと会った、うん、でそれから俺らは素人だったんだけど、それから半年後ぐらいにじゃあお笑いサタン出てプロでやろうって言った時に、そのぐらいの時期新宿の飲み屋でバッタリやったことある。そしたらもう半年1年くらい経ったとか、はい、もう経ってたんだよ。たけしさんだと思って、あっと思って、もあれだなと思ったらいきなり呼ばれて、お前らよあれパルコ劇場出てたやつだよな、覚えててくれて、頑張れよ、おいやありがとうございますっつって、いやこんな素人を覚えてるんだと思って、いや参ったと思って、うん、だやっぱたけしさんの中に俺らの中にはあの時の頑張れよっていうのが強力にあるんだよ、うん、ああなるほどね。スペシャルで会った時もその記憶それがずっとあるからもう叶わないね。ああやっぱ俺らの中ではやっぱ「お笑いスター誕生」に出た時のタモリさんとか、タモリさんと赤塚不二夫さんだけがなんか評価、妙に評価してくれて、別にプロになろうと思ってないのに出たのに評価して、お前ら面白いよって言われて、かやってみるかノリだけみたいな感じで、だからタモさんもやっぱダメだし、たけしさんダメだし、その記憶がまんま残ってるんですね。残ってるよね。それやっぱ強力だよね。中か二十歳ぐらいの時にガッとなんか夜勤をされた感じ。ああもう。常に見えちゃう。その時やっぱ会うとフィードバックするから全然もうバランバランになっちゃうね。30年経ったりとか、はあ、今の地位まで行っても全然バランバラン、はあ、お話しになるの、なんか全然わかんないもん自分で、なんでできねえんだろうって、なるほど、そんな風になるんですか、うん、なるよねそれは、はあ、でもなんか それがなんか自分の中ではなんかこれがなくなっちゃうとダメだなっていう思いもあるし、あなんだ俺やっぱり小心者でダメだなっていう思いもあるし、なんかそんな一面を知らないからすげえいい話っすね。いろんな人にも考えて、そうそう、うん、でも本当にあの本当に運よく若くしていろんな番組出させてもらって、はいはい、それこそ隠し芸とかに出させてもらった時に、はいはい、堺正章さんとか、はい、加藤茶さんとかってお話しさせてもらって、すっげえ優しくしてもらって、あなんかあこういう、うん、本当ちっちゃい時に見ていた人にすごい優しくしてもらったから、俺はまあ今のポジションがどのぐらいの当時の酒井さんとか加藤茶さんのポジションか分かんないけども、あすごい好きで見てましたとかなんとかですって言われると、あ単純にちゃんと自分が経験した経験値で言えるようなことはちゃんと伝えようと思うし、うん、あの高さんこの時どうだったんですかっていうとちゃんとそれは話してやらないと、いやいつもそう思います。これはこうやって話聞くと絶対答えてくれるしなっていう、ね、ちゃんと自分が